ギニョールギニョールとは、1808年に、フランスのローラン・ムルゲによって作られた、指人形芝居の主人公の名であり、現在はそれを主人公とした人形劇全体を指す総称としても使われている。もともとは労働者の娯楽として、大人向けの滑稽な人形劇として始まり、風刺の効いたドタバタ喜劇で人気を得たが、現在は子供向けの娯楽として、ギニョールが面白おかしく、 悪者を退治する完全懲悪の話やピノッキオなどのおとぎ話が主な出し物になっている。劇団が学校などに巡回するほか、公園など野外に小さな箱型の舞台とベンチが設置されて演じられることが多い。原型となる人形劇は絹織物貿易を通じてイタリアからフランスに伝わった。1610年にイタリアのジョバンニブリオッチが キヌの集散地として賑わっていたリーヨンにイタリアの指人形劇ブラッティーニを持ち込んだ。ブリオッチは、はぬき氏でその客集めに人形劇を見せたところ、大人気となり、はぬき氏を辞めて人形劇の興業を専業とした。出し物はイタリアの道家師、プルチネッラの衝撃が中心だったが、人気とともに、主人公の名をフランス語読みのポリシネルに変え、 ブリオッチ自身もフランス名に改名した。ギニョールの生みの親、ムルゲは1769年にリオンで生まれた。絹織物の職工から行商人になり、ブリオッチに習って1798年に客寄せのために人形芝居を始めた。1804年には人形芝居を専業とし、リオンの織物業の職工を相手に、日々の出来事を面白おかしく伝える芝居で人気を。 集めた。主役は、観客となじかにと呼ばれる織物職工のギニョールと、酔っぱらいのニャフロンで、雇い主や体制を皮肉った寸劇を上演した。当時、絹の職工たちは低賃金で過酷な労働を強いられていたため、支配層を叩く辛辣で痛快なギニョールの芝居は、貧しい労働者たちを大いに喜ばせた。主人公ギニョールの職業は出し物によって、 大工や靴の修理人など様々に変わったが貧しくともユーモアを忘れず常に庶民の味方というキャラクターは一貫していた昼間は子供向けの人形劇も上演した1820年にムルゲの子供たちも工業を手伝い始め一座として近隣を巡業するようになり1838年にはリヨンに常設の劇場が作られた 20世紀に入ると大人向けの出し物はほとんど消え、子供向けのものが全国で演じられるようになった。リヨンではムルゲの子孫によっていくつかのカフェシアターで上演が続けられたが、2005年に最後の子孫と言われたジャンギー・ムルゲが引退し、2008年にムルゲ家の人形コレクションを元にした美術館がリヨン郊外のブランダ村にオープンした。ありがとうございます。